です今回の話題韓国人女性 d j ソダ恐ろしいと涙ながらに訴え大好きだからと再来日相反する言動を同時進行でやってのけ反日と陽日を器用に使い分ける対岸からの出稼ぎタレントに今回も突っ込んでまいりたいと思います。 チャンネル登録まだの方はぜひチャンネル登録何卒よろしくお願い申し上げます。また同時に X、救命ツイッターでも大楽言いたい放題をやっておりますので、ぜひ合わせてフォローいただければと思います。 ということでこのソダですよね前回取り上げた動画ではおかげさまで大落の中ではバカ当たりしたそんなダボ化になったわけでありますけれどもその後も次から次へと話題がつきませんので一旦ここでまたソダについて言及してまいりたいと思いますまずその話題でありますけれどもこれですね早いものでですねもうすでに今この動画を撮っている時点で10月となりますけれども 事の発端は2023年8月でしたね観客から性的被害を受けたと訴えたわけでありますその時の詳細をご存知ない方はですねまあなかなかご存知ない方はもういらっしゃらないとは思いますけれども退落もねこれについて今し方申し上げた通り言及しておりますのでできればですねまだの方はこちらの動画も動画の概要欄に 載せておりまますすのでご覧いいただければと思います本当にギリッギリのところでですね大落は言いたい放題を言わせていただきましたその後ですね2023年9月再来日したということでこの時にですね 日本に来られててまた嬉しいいなんていうですね日本社会であれだけの騒動物議を醸しておきながらですね一体どの口が言うのかと思ってしまいますけれどもね普通の常識から考えたらそのメンタリティーを疑うと 思うわけでありますけれども、まあ、呼ぶ人がいるんだから来るんだろうとこういう人もいればまたすでにスケジュールが決まっていたんだからしょうがなかろうとこういう、ね、意見もあるやもしれませんがしかしながら前回の興行での出来事をあれだけの事件に仕立て上げて刑事、民事確かに、ね、確か両方ではなかったかと思いますけれどもそういう,、ね、う日本人に対して訴えまで起こしておきながら 普通その翌月にまた営業活動に来るかなと思いますよね。商業ビジネスのプロとして今回は一旦例えばですね、見合わせておきましょうとか、そういう配慮はないんでしょうかね。延期しようとかですね。普通の常識感覚からすればそうなるのは当然だと思いますけれども、本人含め 周囲にそういうことを言い出す人間は誰もいなかったのかと不思議でなりませんよくもまあ抜け抜けと堂々と日本に入国してきたもんだと思いますよねそして開口一番 X ですよね X の SNS 投稿で放った言葉が先ほど申し上げたとおりですね日本にまた来れて嬉しいこれですからね。 本当にね私としては腹が立って仕方がないと思うわけでありますけれどもところが大多数の日本国民の声をよそに別に我々他人が強要する権利はありませんけれどもしかしながら、このソダの再来日に喜んで歓迎するのもいるわけであります。例えばこんな声がね あるとということで日本のこと嫌いになっちゃったかと思った何を言ってるんでしょうかねと私は思いますけれども彼女はもともとバリッバリの反日ですからねもともと嫌いだっただろうということでありますけれどもじゃなかったらお金を稼ぎに来てる出稼ぎ先の日本でその観客を告訴するわけはねえだろうと。 思うわけでありますよね商売は商売そこははっきりしているんでしょうよと思いますよくビジネス界隈ではですねお金に人格はないなんてねそういうことをね言う人もいますよねそういう言葉がありますよね言い回しが私はあんまり好きな言葉ではありませんけれども 日本へ日本のお金さんが気の毒だと私は思いますやっぱりねお金には、まあ、人格という言い方は適切ではありませんけれどもやっぱりそれぞれ個性、色はあると思いますからねところが今し方のコメントもそうでありますけれどもまだまだ日本でねこんなコメントが上がっていたということで紹介されておりましたメディアが流した記事 ネット記事に書かれていたものなので、本当にね、日本のフ,ンファンが言ったのかどうかちょっと怪しいところもありますけれども、例えばこんな声。また来てくれてありがとう。お帰り。<laughs> 本当に何がお帰りなもんですかね。本当に。見ていて聞いていて腹が立ってきますけれども、まあ、ファンの声という設定ですから、当然こういう遠い一辺倒の 声がありましたというのはねわからないでもありませんけれどもそれから念のため今回は観客に近づかない方がいい当たり前だと思いますよねそもそもお前は日本に近づくなと言いたいところでありますけれども。 しかしながら一方、こんなのもさらにはあります、おかえりなさい、でも気をつけてください、これ本当に日本人のコメントなんでしょうかね、日本の一般国民の方こそそんなのがまた来たらですね、警戒するわというところであります、それからフォーマル推奨と注意を促すコメントもあったと言っておりますけれども、いやいや、フォーマルどころかですね。 いくら日本の真夏とはいえですね肌が当然です街中に飛び出していたそんな目撃談が、まあ、目撃談というか本人がそんなものをね自分自身で写真を撮って喜んで SNS に上げていましたからねパンパカと例えばですね日本にまた来れて嬉しいの一連の投稿でありますけれどもラーメン店に来,来店したとそれからスイーツ店にも行ったよとそして何ですかこれは水炊き店にも行ったと。 また、ですね日本の着物の姿も投稿していたということでありますが「大楽ノマド」がショート動画で上げたすき焼き店での行儀の悪い食べ方もそうでしたよねあの時もあの服装はねえだろうと思ったわけでありますけれどもね。 本当に思いっきり私もね私なりにこきおろしておきましたのでご覧になってない方はこちらも合わせてご覧いただきたいところでありますがとにかくこのソダはですね今挙げたような店に出没してはあられもない格好でうろうろするまたあるいはですね場違いなムードをその場にね放って場をぶち壊すと。 こんなことをやっているわけですよね。SNS で写真をバンバが上げておりましたけれども、一般の日本国民から本当にあの SNS 投稿を見て、ドン引きされていると、こういう状況ですからね、本当に日本に来ちゃダメとは言えませんけれども、来るなとは言いたいですが、しかしこのおばちゃん、日本にまた来れて嬉しいと、こんなことをね、日本語で日本人に向かって発言しておきながら、 その実、自国ではですねとんでもないことまで言っていたということが後日の報道で分かりましたはいこちら韓国のテレビ番組「私は今怒っている」に出演して日本での性侵害を声を詰まらせ涙ながらに告白していたということです。ほーらねと <laughs> いうことですよねやっぱりこのソダは反日だと日本でも当然ね当然こういうニュースが流れれば市販の声が上がるということにもなるわけであります当たり前ですよねしかしながらそもそも一連の事件を聞いていた人間からしたらですねもうそんなことはとっくに分かってるわという話でありますところがこれに反日だという声に対してソダ本人がなんと真っ向から 反論してきたというからまあ立ちが悪いですよねこの後に及んでも悪あがきするわけですよね私がもし地下鉄で静止街にあったら二度と地下鉄に乗ってはいけないのこういうねへりクスで返してくるもう本当にどういう神経をしているのかとしっくり返ってしまいますけれども喧嘩売ってるのかと思いますよねここまで言われますと。 そしてさらに言います私は前にも言ったようにこの事件とは別に私が日本を好きな気持ちは変わらないしこれからも日本によく行くつもりだよ本当に腹が立ちますけれどもねおたくらのそういう思考を日本ではように知ってんだよと。 思います。さらに、まーで言いますかはい、こんなことも書いてありました。そして、私は私の日本のファンを本当に愛している。このことによって、彼らを絶対、離さない。と、固い決意を記したということでね。 いやー決意しなくていいからと思いますけれどもそれに何ですか絶対話さないって本当に怖いですねゾッとしますねというところでありますよねもっともあんたが絶対に話したくないのは日本人のファンではなくて日本での商売だろうというところでありますまあそれは誰の目から見ても明らか丸出しだと。 思いますけれども日本では散々土佐回りをしていながら帰国後にはテレビに呼ばれて日本人は悪いと涙ながらに訴えるそんなおばちゃんに対する半島ローカルの声はどんなだったかということで今回もちょっとね覗いてやろうじゃないかと思うわけであります。ははいまずずずこんんな声韓国ににに戻ってこずにそっちにずってそちとと住んでろと こういうい声がありますよねそっちにというのは日本にずっといていいということで韓国に帰ってくるなということでありますけどこんんなもものでですね日本に押しし付けられても迷惑でしかありませんそもそもこの「育」なるタレントでありますけれどもね軸足が半島にあるからこそ日本での反日も生きるってもんだと思います。 それに日本にいるとされるファンですからまあ一定数はね少しはいるんでしょうよと思いますけれどもそういうのだって半島からねこのソダがのごのご日本にやっていくからこそ物珍しさから見てやろうってもんで8月にもですね一部の人間が群がったああいう現象が起きたんではないかと思います完全に日本に住んで日本で活動するそんなタレントになってしまったら もうそれこそ誰も見向きもしないのではないかと私はねこのように思うわけでありますけれども皆さんはどうでしょうかはいそれからこんな声もありますこれが魅力的だとは思えない見にくいと このようにね向こうの人は言っておりますけれども結局日本でもいいことをね言っておきながら日本で訴えてそしてね自国に帰るよくわからない言動を引っ下げて半島に戻っていてやっぱり日本は悪いと泣き叫ぶそのくせにまたやっぱり日本に戻っていくとこういうことを繰り返しているわけですからねさすがの半島人もやっぱりねいい加減にしろと思うわけでありますよね。 まあただ、ですね結局のところ日本人を日本をなめきっているんだと思いますはいそれから騙されてはいけない親日でも反日でもない単に金を稼ぎたいだけだということでね向こうの人間ですらこういうことを言っているのに一部とはいえですねそれに引っかかっている日本人って一体これ何なんでしょうかね。 呆れちゃいますけれども今回の s o d の件もそうでありますがよく k p o p だなんだで喜んでいるのは半島系しかいないんだみたいな意見も参見しますただ私はですねその一言だけで片づけて本当にいいのかなと思いますそんなことばっかり言ってると結局は何にも根本的には解決しませんよとこのように思うわけであります。 はいそれからこの37歳のおばさんの記事を出すメディアも毎度決まってますね。毎日経済ソウル経済済ソソウウルル新聞ということで。 こうしていろんなメディアには取り上げられているようでありますけれども相当言われているんでしょうね、ただ冒頭の今のねコメント冒頭の37歳のおばさんというのは向こうでも同じようなね証言をしておりますよねですから退落だけではないと前回の動画でですねおばさんと言ったらえらい市販のコメントも来ましたけれどもね。 それは失礼ですよおじいちゃんなんていうねまあこれ嫌みのつもりでね私に対して言っているんでしょうけれどもまあそんなこと言われても私はちっとも痛くもかゆくもびくともしないわけでありますけれどもただ私はですねおばちゃんと言ったのはあくまで客観的に証言しているだけですからね今自分が何歳でそれに対して彼女が自分より若いとか年上だとか同じだとかそんなことは関係ないわけで。 こうして動画で、ね、ネット配信している上においては客観的に見ればやっぱりもう40近いわけですからおばちゃんと言っても、ね、別にわ悪くはなかろうと。 思うわけであります普通おばちゃんでね間違ってのはありませんよね何がダメなんでしょうか何より向こうの本国の人間もこうして言っているわけですからねその辺もひとまずね前回市販してきた人たちまずはね理解しておいた方が良いと思います はいそれから、北も他にネタがないならないで無理して彼女の話など報じなくてもよいということでねいやいやよくぞ日本で稼いだそして日本人を訴えさらには損害賠償損害訴訟も起こしてくれたと反日活動立派なもんだとこのような論調でバンバが言ってくれないとね面白くありませんけれどもね盛り上がりませんけれどもね。 まと、あ、ということです結構、ですね向こうでも煙ったがられているいろんなね市販の声も聞かれるようでありますけれども最後に、ね、いつもの通り大落ですからタイ人のコメントもちょっとねご紹介して終わりたいいと思いますまずはこんな声、d j 育ってどうしてタイでこんなに騒がれるんでしょうか結構ね、ねネットにも上がっておりました。ははいみんなは彼女のどこが いいと思っているのということでね、まあ、注目される理由の一つとしてはかつて日本と同様にですねタイでもセクハラにだとね彼女自身が大騒ぎして騒動になったこんな事件もあったからですよねそれ以来メディアでも注目を集めるようになったそんなパターンができてしまったということでありますまあですからいわゆる彼女は炎上商法だと私は 思いますけれども、それともう一つが日本でも下がれている今回ね下がれているからということもあります。日本で大人気みたいな触れ込みで。 日本の名前を使ってメディアを通してステルス的にタイでも宣伝している、こういうこともねあろうかと思います。はい、それから、物珍しさでタイ人はすぐに飛びついて見に行ったりしますが正直、どの国の人かも知らないで見ている人がいるようですということでね彼女が韓国から来た人かということも知らない人がねどうもいるようです。私もももそそんんんなななな声声ネネッットトでねね以前見ままししたた中国人じゃいいのなんててう、ね、そんな声もネットに上がっておりました けれどもデパートの屋上といったらまあね例えばですね昭和の証言になってしまうのかもしれませんけれども今でいうところのショッピングモールのフロアなどで。 イベントなななどもねやっていいいるんじゃないかなと思いますそういうところにねいそいそと出かけてね飛びついて見ているまあわざわざ出かけても見ないと思いますよねなんかやってるからちょっと覗いてやろうじゃないかぐらいのそんなノリで人だかりができるということはあったんだと思いますまあただですねところであれだれみたいなねそんなことにもなっているんじゃないかなと思いますよね見ているのはいいですけれどもねまるでコントだと思いますがはいそれから美白の東アジア の巨峰というのは対男が好む典型のスペックですということでねまあ私、あえて今巨峰というふうに、ね、訳しましたけれどもね本来は違う言葉ですけども一応ね、ねねちょっと、ね、最近、YouTube も危ないですからねこのようにね訳しておきましたそれから売り込むためにはまず外観を美しく見せなければなりませんそれは偽の作り物でも構いません。 そして、事務所はタイで大人気という記事を書かせ、自国の韓国で PR、有名になるための海外ではというストーリーですということでね、その最たるものが日本だったんだと思いますけれどもね、日本で売れてるにだというね、そういうやり方でありますけれども、しかしながら彼らはしごろ無意味に見下している、 東南アジアの国タイのマーケットでも同様に売れてるにだとやりたいわけですよねそしてそのそういったネタも本国に戻って偽の錦を飾っているということもやっているわけでありますはいそれから彼女は自国では面倒な人間として敬遠されていると聞きますということでね確かに先ほどの韓国のネットの声を見る限りはそんな感じですよね本当にこき下ろされてましたからね自国でもね はいそれから結論から言う父です <laughs> ということでね <laughs> まあねあれねどうなんでしょうかねそれだけ強調しているとそういう印象がバレバレだということだと思いますけれどもあまり言い過ぎるとねまたそれはそれで問題になるのでまあ適当なところで大落も止めておきますが。 とにかく私個人としてはね、あれがいいとはね、とても、とても思えないんですけれどもね、なぜ、まあ、ああいう風にね、魅力的だという人もね、まあ、人それぞれ好みですからね、いいですけれどもね。はい、それからタイには本物の世界的に有名な女性 DJ がいます。欧米のほとんどのフェスティバルに参加経験があります。ナカディアですと。 いうことでねタイ人が女性 DJ って騒ぐならまずはこの人の名前が出てこないともグぐりだよというねこういうことをね言っているわけですよねこの中で屋さんも1980年生まれの人ですからね今年はもう本当にすでに43歳ということでこ同様におばちゃんでありますジャンル的にそれなりの格好はしておりますけれどもねこの中で屋さんという人もですね ただそもそもお色気を振りまいて炎上騒ぎを起こすようなスタイルでやっているわけではないのでい,いくつだろうとねそんなことは関係ないと本人自身も思っているのではないかと思います。ということでこのソダソダさんでありますけれども本人自ら私はメンタルモンスターなんてね 言ってて再再び再来日しておりましたけれどもね一生懸命自分がまたやっていった日本にね入り込んでいったことのまあ、自己弁護なんでしょうかねメン,ルメンタルモンスターなんてねそんなことを言っておりましたけれどもテレビ番組に呼ばれてね自国でね 日本では、白い目にあったと涙を流して訴える分かりやすい人ですよね、本当にやっていることがしかし、その努力もある意味、むなしく先ほどの韓国人のコメントにもあるように向こうでも実はかなり嫌がられているだから、なおのこと日本にやっていってはですね日本人を相手に甘ちょろい日本人を相手にですねちょろまかしていると。 このようにしかね私は見えないんですけれども自国の韓国セロンに比べたら日本はねやっぱり甘いですからねまあ人それぞれね何度も言いますけど人それぞれ好きなので。 まあそれ以上はね大落も無理強いはできませんけれども勝手にやってると思いますけれどもこんなに大騒ぎになってもなお熱を上げてる人たちって一体本当に何なんだとまあ私もですね X、旧ツイッターでありますけれどもねあそこで政治と文化は関係ないなんて逃げるなよとまあこれはねソーダに向かって言ってるわけでありますけれども。 政治と文化は関係ないなんて逃げるなよと竹島はどこの国の領土か言ってみなさいとこういうことをね発信しましたまあこれがね本人の耳に届くとは思っておりませんけれどもしかしながらねこういう気持ちを皆さんとシェアもしたということであります皆さんはこの総断の言動について。 どのように思われていらっしゃいますでしょうかということで今回もここまでご視聴誠にありがとうございましたチャンネル登録まだの方は是非チャンネル登録何卒よろしくお願い申し上げますまた今回も皆様のコメント楽しみにお待ちいたしておりますそれではまた次の動画でお会いいたしましょうバイバイ